浦和レッズと K リーグのイヤマ現代が、プライドをかけて激突する。26日午後8時、イヤマモンジュサッカー競技場でアジアサッカー連盟チャンピオンズリーグ2 0九9 6協2戦目が開催される。去る19日、イヤマは埼玉スタジアム2002で行われた浦和との一戦目で先制ゴールを奪われたものの、 チュミンギュとファイルスの連続ゴールで逆転勝利を収めた。イヤマは、浦和とのアウェイ戦を終えて1週間の準備期間を過ごした。22日に予定されていたなお終勝部との K リーグ1第17節は7月24日に延期。シーズンスタートから休む間もなく走り続けてきた強行スケジュールの中で、タバの間の休息を取り、 浦和との身に日韓戦に臨む。イ山マのキムドフン監督は、リーグ日程がなく、疲労回復ができてよかった。ホーム戦となるだけに、いいシーンを思い出しながら2戦目もいいプレーを連発させたい。流れに乗れば、いい内容と結果までつながるだろうと自信を見せた。